ス、テゲと言って多様性、イチャンダと言ってフリーダム、よくわかんないけどそれが沖縄コザ、みんなコザに集合。宮島真一です。ビクトリーです。みんな元気？陽気ですね。陽気に やってますよ。やってます、はい、はい。ファニーファニーですよ。ファニーファニーで今回も収録しておりますけれども、はい、今回のコザの裏側は、何、新店舗さんいらっしゃ い, い, しゃいということで、やっぱ増えてますか、うん、今回はね、はい、女性にぜひ注目してほしい回となっております。うん、女性の皆さんが楽しめる空間スペースっていうのを今回ね、こういう場所も必要だよなって、男性もサポートしてあげてほしい、うんうんうん、そういうところにぜひ紹介してほしいってね、うんうんうん、思いましたね今回。あ、そう、はい、うんうん、ぜひ欲しいよ、うん、そういう時間とかスペースとかは、はい、ですよね、はいはい、どうぞ。せーの、にゃん。さあやってまいりました。私は今ここはまさに裏側っていう感じの通りですけれども、あっち側に中央パークアベニューがあって、あっち側に一平通りがあって、その間にこの数字道があるんですけれども、今回は新店舗さんいらっしゃいの会でございます。ここはどこだって、ここにちっちゃく看板出てますけどもね、花の星エシカルボリスホリスティックケアスタジオ、何行ってみましょう。レッツゴー。3階だっけ。レッツゴー。どんな感じだろう。こんにちは。こんにちは。花ちゃんじゃない？こんにちは。花ちゃんのこれお店？何？ここは何屋さん？ですね、うん、アロマセラピーのセッションを行ってるサロンとお教室です。うん、です。どうですか、利用者の皆さんは？ぼちぼち。お、いいじゃないですか。ありがとうございます。まあ、もちろん、まあ、うん、女性を中心にしたっていう感じの、はい、まあ、その、まあ、施術だったりいろいろあると思うんですけれども、はい、まあ、具体的にどんなことをお客さんに、うん、まあ、やるんでしょうか。はい、奥の部屋が施術ルームになっているので、うん、そちらでボディのアロマテラピートリートメントと、うん、あとはお顔のエステ、うんうん、それからこっちの部屋がダイニングテーブルを囲んでお教室として使っているので、うん、アロマセラピーを教えるということもやってます。なるほど、はい、そのアロマセラピーを教える、まあ、ワークショップ的なことをやるってことね、うん、 そう、そう、それっていうのは何、そのいろんな香りのものをバーって出して、はい、バーって出して、どんな感じのあなたは欲しいのみたいな、そんなこと。そう具体的にどんなのが欲しいとかってあるんですか。やっぱり体の状態と心の状態というのを両方お伺いして、うん、その人に必要なものを選んでいくっていうことをします。ボディのケアをするとかお顔のケアをするっていうことはいろいろなところでやってると思うんですけども、うんうんうん、その中で私が提案したいのはエシカルな観点で物選びをするもので、うんうん、自分の体のケアもしようよっていうことを提案しているので、うんうん、そういうことを広めていけたらいいなと思います。なんか見るとね、なんかいろいろありますけれども、ね、そうなんですよ。何これ。ああ、うん、大丈夫よ、うんうん、気をつけて、はい、あのね、これね、あの窓際商店って言って、あのこのコザのいろいろなね、はい、あのお店の内装をやってるカポックさんっていう方たちがいるんですけど、はいはい、あちこちリノベーション物件をしてるんですけど、はい、やってますね、うん、いろんなところで集めてきた古いものを、うんうん、あのだまた別の誰か必要な人のところにっていうのでこうやって置かせてもらってます。じゃあこれ古道具を売ってるんだね。そう、ここで、うん、街の人たちとのコラボレーションっていうのも結構積極的にやってるって感じ、うんうんうん、そうですね、なんか古いものを大事にするっていうのも私がここでやりたいことのコンセプトにちょっと近いものがあるので。なるほど、はい、なんかお話上手になってきたね。本当、うん、レギュラーなれるかな。お、うん。コザの裏側。あの一度ね、うちの娘が出たじゃない、うんうんうん、小沢の裏側に。あれもう本当にごめんなさいね皆さん、イレギュラーというか本当はそういうつもりじゃなかったんですけど、うん、娘がどうしても私から離れなくってっていう時に、はい、たまたま花子さんが通りかかって、そう一生懸命こう、うん、この場がうまくいくように、はい、ケアしようといろいろこうやってくれたんですよ、うん、そうで彼女のこの気の配り方っていうか、うん、この周りに対する優しさみたいな愛みたいなものをあの場所にすごく感じて、うんうんうん、なんかいいなってすごく思いました。場所がねちょっと分かりにくかったりすると思うんですけど、うん、その場所の持ってる空気をいかにこうなんていうのかな、いい場所にしよう、うん、この目に触れるものとかね、そういう場所を何かこう少しでも
明るい空気にしたいみたいな、心を穏やかにしたいとかハッピーにしたいみたいな、うん、この心配りが詰まった空間なんじゃなっていうのが伝わって素敵。ぜひ会いに行ってください、うんうんうん、ホームページ、インスタグラムなどで情報をチェックしてください ね。元気がもらえそう、場所を一番街の方に移動してきましたけれども、またなんかできて元気、うん、どんなお店なんでしょうか。早速行ってみましょう。あの角ですね、レッツゴー。こんにちは。こんにちは。まずここは何屋さん。ここはあの妊婦さんと産後のお母さんたちが通えるサロン、うんうん、サロン兼ここが表スペースは、うんうん、あのイベントを行ったり、うんうん、あとはワークショップや、うんうん、あの子連れで来れるような、うんうん、ちょっと子育てサロンみたいなことをしています。なるほど、子育てサロン、はい、で、まあ、お父さんお母さんが、まあ、例えば仕事行ってる間とかそういうところでのベビーシッター的なこともあるのかな、はい、ベビーシッターは、うん、あのベビーシッターに直接依頼してここで預かるっていうことは大丈夫です。なるほどね、託児所ではなく、はい、なるほどなるほど、はい、でこういう場所、まあ、スペースを作ったっていうのにはいろんな、はい、思いがあると思うんですけれども、はい、まあ、その辺のコンセプトをちょっと教えてください。はい、私がもともとここのコザ出身で、うん、実家もすぐ近くなんですけど、うんうん、やっぱりこう小中高と上がっていくたびにこの商店街をやっぱりずっと通っている中で、うんうん、いろんなこう町の方から、うん、まあ、名前を覚えて、ね、もらってなくても、うんうん、もう見守ってもらっていた気分でずっといて、うんうん、でそれは自分の子供を出産した時にすごく感じたんですよね、うんうん、あ今これってないなって思ったからこそ、うん、あのこういった商店街にこういう場所を作って、まあ、私も実際今子育て中ですし、今からどんどん子供をここに連れてきてみんなで見守って、うんうん、まあ、その子たちが育ってまた戻ってくる場所になりたいなと思って作ってました。でこのスペース、まあ、そうやっていろいろイベントやったりとか、はい、おっしゃってましたけども、なんかいろいろこう、はい、なんか物もありますけども、この辺は何なんですか。これはもう完全に私がいいと思ったものを販売してる感じです。あ、なるほど。はい、でまあもともと柔道整復師っていう資格を持って整体をしているんですけど、うん、ほうほうほう、そのところでマッサージに使うマッサージ専用のクリーム、うんうん、これはもう沖縄ではここだけですね、販売してるのは。はい、というところとか、あとはもう作り手さんの思いがしっかりあるものをちょっと販売したいっていうのと、うんうん、まあ、ちょっと体に関する仕事をしているので、うんうん、少し気に、なんだろう、食に気にするというか、うん、体に少し優しいものを取り扱うっていうのをコンセプトにしています。やっぱそういうのところからもコミュニケーションがどんどん広がっていくだろうし、はい、でなおかつ今何施術するみたいな話がありましたけども、はい、そういうのもなんか奥にスペースがありましたね。そうなんです、うん、奥にサロンを設けております、ね、これはまたお母さんたちをこう癒す時間というか。そうですね、うん、妊娠中に通える場所ってやっぱり少し少ないっていうのと、うん、まあ、妊娠中に一番自分をいたわれる、うん、きっかけになるって私は思っていて、うんうんうん、その時間をこう費やしていくことで、産後もお母さんはお母さん、お子さんはお子さんで、こうなんだろう、パーソナルスペースも取りつつ、でもまたそこで一緒に絆を深めていきながらできるのは、やっぱりこう自分をいたわることが基本かなって思っているので、そういう意味で妊娠中から通えるっていうふうにしています。なるほど。利用者さんの、まあ、感想とか声とかってどんなのがありますか。そうですね、まずここに来たことがなかったっていう声を聞くのが一番嬉しいんです、うん、私自身は初めましてっていう、初めてここに来たけど、うん、やっぱりこう回ってみて面白いお店いっぱいあるんだなって発見しましたとか、うん、来るきっかけになりましたっていうのは、うん、まあ、商店街でやってよかったなっていうところと、うん、あとはやっぱり産後に会ってほしかったっていうお声がやっぱり多くて、うん、まあ、ここからもっと認知を広げたいなと思ってます、うん、素晴らしいですね、はい、もう優しさがにじんでてない、こう溢れ出てない、いいですね。ありがとうございます。なんかこういうスペースっていうのは、はい、僕がやってるシアタードーナツでもなんかコラボレーションができるのかなとかね、今なんかなんとなく思ってるんですけどね、はい、なんかできるといいですね、うん、そうですね、なんかここで、うん、上映とかあってもすごくいいですし、うんうん、まあ、その時だけこうシッターさんを集めて、うん、ここがまあ一時的な預かり場で、うん、まあ、お母さんたちがこう貸し切ってもいいなと思いますし。いいですね、はい、いや、もうどんどんアイデア出てくるじゃないですか。
もうそんなあなたにプレゼントがあります。ありがとうございます。こちら番組からプレゼントいたします、はい、絵本です。こちらもぜひ活用してほしいなと。はい、はい、ありがとうございます。コザの裏側みんな見てね。まさにそういうあの商店街の一角にああいう場所があるっていうのは、ね、その通りなんですよ。なんか大人が小休憩できる場所があるはあるけど、うん、子供が小休憩できる場所ってないから、うん、なんか素敵だなと思ってフラッと寄れる、うん、でカフェだとやっぱりなんか頼まんといけんとか、うん、入ってしまったらこの空間が子供と相性が悪かったら出にくい、でも入ってしまったしみたいなのがあるけど、入ってしまったら元となんといけんしね。そうよ。でだから行く前にリサーチするわけ、うん、このお店に何があってどれなんか席の感じとかここだったら座れそうだなみたいな、うん、考えてからしか行けないけど、本当にフラッて行ってフラッて帰れる、うん、なんかそういう場所があるっていうのは、あの町にとってもいい、うん、親子にとってもいいんだけど町にとってもすごくいいなんか場所だなっていう感じがして、うん、いや城間さんはね全国にね4名しか資格取ってないものを持ってるらしいですよ。話したらそう言ってた。そうなんだ。あんまり誰も取られてないような、うんうん、その資格を持ってるというか、これぜひ会いに行ってユンタクして、ね、ちょっと聞いてごらん。白間さんいろいろ、うん、子育ての話もそうですけど、体のこととか、うん、こうメンタルのこととか、本当にブレブレな産前産後ってもう本当にマジデイジ今度だっけ。本当に今度だっけ。そっか、そう自分でも手に負えないから他人の力借りてほしいし、うん、意外と他人だからこそなんかよっかかれるっていうか頼りにできたりすることも、全く知らない人だから ね話せることだってあるから、そういう場所でいいかもな。今回の花子さんも白間さんもそういう寄り添っていいんだよっていう、そうその寄り添ってほしいっていうさ、うん、この気持ちがすごいビンビンに伝わる、うん、助けてあげたいんです私たちっていうのが、なんかそういう場所がまずできたっていうことがすごくこう小座にとってなんか素晴らしいことだなと思うので、はい、あのしげさんがくしゃみをしそうなので終わりたいと思います。そうです、はい、宮島真一でした。ネキタリーでした。またね、また来週。今回は空間かな、寄り添う空間っていうのが今回のテーマだったような気がするけどね、うんうん、なんか思いがね素敵だわ皆さん、うん、多分だから今日出た花子さんもそうだし白間さんもそうだけど、うん、誰かに助けられたんだと思う。あ、なるほど、うん、だから自分も助けてあげたいっていう気持ちになってるんだろうなと思って、多分自分が経験したこと境遇に、ね、なったことを、うん、あの他にもいるだろうなって想像したんだろうね。そうだと思う本当に、うん、いや大事よ ね、 ね、これにこうまた町の人たちにも気づいた、気づいてほしいし、うんうん、こういう使い方があるのねっていう、だからこれ本当シアタードーナツだったらじゃあ何がコラボできるのかなとか、確かに、うんうん、まあね、小沢らもそうだけど、どうやって知ってもらってどうやってそれをに触れてもらって、うんうんうん、ね、その価値をもっとみんなに知ってもらえるのかなっていう、だからお互い様っていうところあるじゃない。あるあるある、うんうんうん、それをこうビビッとこう来た人はぜひ会いに行ってほしいね。いいね、なんか、うん、会いたい人がいる場所が増えるっていうのはすごくなんか素敵だよね、うん、そうだね、うんうん、宮島さんでも本当にそれこそシアドもそうだしさ、うん、何か私は別の用事で この辺に来てるのに、うん、1回絶対挨拶に行くさ。そうだよね、よっつって、うん、こっちもそうなんですよ、うん、よって言って板長の顔を見て、うん、でその場所に行くっていう、うん、そういうところがどん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 やっぱ増えていくっていうのはなんか街の雰囲気がすごい、うん、ムードがすごいいいんだなっていうのがあるので、確かにそうそう、そういう場所がもっともっと増えるといいなと思います。そしたら来たくなるさね。そうだね、うんうん、あ、何か見えてきたんじゃないこの回ね、うん、良いね、うんうん、見えたよね。見えた、これ見たら浅っ、愛が見えたって気軽に愛とか言ったマジでラブだよラブうっさんくさマジで一番言ったらダメな人こんなしよったどうする、もう終わろうじゃん。いやおのおのの気づきから、はい、ね、どんなお互い様のね、コラボレーションが生まれるのかっていうところ ね、そこもまた楽しみです ね、うん、逆にみんなどうそれを意識して何か企画作るのも
いいんじゃないでしょうか。いいね、はい、今日は何ができるかな私には。今日は何かが見えたコザの裏側でした愛です愛ですまたね。